はい、こんにちは。バーチャンネルマハラです。はい、今日はですね、先日開催されていました次世代ワールドホビーフェア2019ウィンター。そうだね、うん、そこで購入してきたものを紹介したいなと思いますね。基本的には、ベイブレードバーストとドラえもんだね、うん、ドラえもん多めでございますね。はい、はい、1万5000円分買いました。多いよね、うん、うちらが行ったのがもうお昼過ぎ、そう2時ぐらいだったのかな。なんでもうかなり売り切れてまして、アキレスとかドラグーンとか売り切れてた、ね、売り切れてました。なんだけどこれはあったので買ってきました。ロングベイランチャーゴールドとロングベイランチャーエルシルバー。そうだね、うん、すごい勢いよと言ってもらったんだけどね、あのこっちがゴールドバージョン、うん、普通のベイランチャーよりちょっと長めの紐がついてるロングベイランチャーね、うん、でこっちがその左回転用ということですね、うん、これまだ売れ残ってたんで買ってきました。ベイブレードで売れ残ったのはこれぐらいだったね。そうだね。ちなみにこちら両方とも810円でした、うん、はい、次こちらおいドラえもん、ドラえもんの下敷きだね。あ、下敷き、うん、エンスカイのやつ、今度やるドラえもんの映画の、うん、のび太の月面探査機。そうだね、うん、それの下敷きになってます。そうだね、うん、ここに月があってウサギが持ちついてね、うん、これいいよね、あのクリアな下敷きになってるからね、うん、クリアだね。こちらちなみにお値段が300円ですね、うん、はい、続いてこちらですね、クルトガってやつね、うん、芯が回って尖り続けるシャーペンなんだよ。おー、これね、すごい優秀だね。芯が曲がって尖り続ける、うん、芯が回って尖り続ける、回って尖り続ける。普通ね、どんどんね、太くなっていくんだけど、シャーペンの芯って、うん、それでね、ずっと尖ってるから、うん、ね、細い線が描ける、うん、あー、すごい。エジン君は今はね、まだシャーペン使わないだろうけど、うん、中学生とかだったら使うと思うんでね、うんうん、まあ家ではこれ使ってていいよ。すげー。ちなみにこちらは950円、結構するね。高い、結構するな、うん、びっくりした、そんなするんだ、うん、はい、クルトが開けてみました。こんな感じだね、うん、すごい、めっちゃかっこいい、この辺がかっこいい、めっちゃかっこいいんだけど、うん、え、ちょっと芯出してみていいかな、うん、これ出てくるときに芯が尖って出てくるんだろうね、うん、すごい、ね、はい、続いてこちらスタイルフィットですね、うん、これはカラーボールペンなんだね、うん、ここにある芯を全部この中に使えるんだよ。これもドラえもん関連でドラえもんの顔がついてるね。あ、本当だ、ついてるね、うん、はい、黄色い。これちなみに1500円。おー、高い、これ高い、これも結構するね、うん、はい、そんなわけでエイシン君がスタイルフィットを作ってくれました、うん、ちゃんと5色の芯が中入ってますね、うん、で、やってみてくれる、また普通の5色ペンと一緒だね、うん、よいしょ、こんな風に出してカチカチ、ああいいね、うん、よかった。でもね、多分このスタイルフィットっていうシリーズが中の芯がどんどん変えられるやつだと思うんだよね。ああ、そうだよね、うん、だからそういう意味ではこの母体があるのはいいんじゃないの、うん、あとは中の芯だけ交換すればいい。そうだね、うん、そういうことだと思います。はい、続いてこちらノートですね、うん、これも映画のやつで英語版のノートになります。はい、で、月齢ってやつ、ああ。これいいよ。あのね、今年の1月1日からバーっとこの月齢が出てるの、これ。あ、すごい。で、ドラえもんの顔で月齢表現してんだけどね。これ どっちを満月なんだろう。多分黄色い方が満月じゃないかなと思うんだけど ね。で、ドラえもんの顔がにっこりしてるのが新月だね。そう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 。これいい。うん、ただ英語ノートなんで、ちょっと学校には持っていけないかな。あ、英語ノート、うん。まあでも使える。こちらちなみに450円でした。あ。はい、そしてこちら、ドラえもんののび太の月面探査機の映画のチケット、こちらが1400円の大人用いっぱいのでね、でこちらがジュニアの800円用ですね。そしてチケットを買ったことでね、これあの前売り券購入特典のうさみみドラってやつ、あ、ほんわかパッパうさみみドラ、ちょっと開けてみようか、うん、ライトをつけなくても暗闇でほんわか光るんだって。あ、絶対にシートここついてて取っちゃうね、うん、あ、でスイッチがあってスイッチ入れると、あ、はいはいはい、あ、こんな感じ、ほらほわんほわんって光ってる、電気ちょっと消してみましたけど、こんな感じ、うん、あ、綺麗だね、はっきりとドラえもんの顔がわかんない、うん、あ、ほんわかほんわか。伊勢津クラブメンバーズバッジもちゃんと鈴の横についてるね。あ、そうなんだ、映画に登場するアイテムってことか、うん、でもちろんね、映画見るからこれ購入したんだけど、うん、それ以上にですね、さらに空気砲の射的があって、あ、そう、射的で A、B、C 賞どれかもらえるっていうのをね、うん、やってきました、はい、で、出たのがこちら C 賞、うん、ステッカーですね、はい、これちょっと残念だったけど、うん、まあでもなかなかいいステッカー。そうだね、そしてもう一つが B 賞、
これオリジナルリフレクターってやつ、お反射するやつが光り当てると、暗闇で光るやつ、あの水泳のバッグとかにつけとくといいんじゃないかな。あだね、うん、あとはギター教室の時のバッグ、あなるほど、などにつけておくと暗闇で反射していいんじゃないかな、うん、これが B 賞でした。で A 賞は当たりませんでした。はい、で続いてが今回のお買い物で一番大きなやつ、こちらドラえもんぬいぐるみ、ぬいぐるみですね。開けてみようか。おお、出た出た、はい、出ました。おぬいぐるみですね、うん、ドラえもんと今回の映画に登場するこちらのウサギのキャラね、ムービットだね。ムービット、ピンクのこれウサギなのかな、のび太が作ったウサギっぽいよ。ああ、そうなんだ、うん、なるほど、じゃあ想像の生き物なんだよね、うん、はい、こんな感じ。かわいいねドラえもんって、うん、ほらなんと尻尾もあるね。尻尾ね。それでこの耳をちょっとピルッと剥がすと、うん、ここにもバッジがちゃんとついてるね。ああ、さっき言ってたやつ、うん、なんていうんだっけ、移設メンバーズクラブバッジ。なるほど、うん、ちなみにこちらのぬいぐるみは4,860円。おー高い。そろそろうちなんかドラえもんグッズ増えてきたからさ、ドラえもんの棚作りたいよ。だね、うん、確かにドラえもんの棚作りたい。はい、続いてこちらですね、デュエルマスターのスリーブだね、うん、こっちがデッキびっくりっていうスリーブで、うん、こっちがカボチャウチャウっていうスリーブですね、うん、両方ともワールドホビーフェア限定なのかな、限定カードプロテクトとは書いてあるけどね、うんうん、そろそろデュエマ再開したので一応これも意気込みのつもりで買ってみました。はい、はい、それぞれ700円ですね。はい、そして最後はこの2つですね、うん、ピカチュウのくったりぬいぐるみってやつ、うんうん、こっちが普通のピカチュウで、こっちがピカチュウおやすみってやつですね、うん、この辺がちょっと何、お手玉みたいな素材になって、うんうん、お手玉みたいな素材になってて、ここでこう乗っかる感じ、うん、かわいいね、うん、かわいい、くったりしてる、くったりしてるね、ドラえもんの頭の上でくったりしてますからね。目が、ね、これが、925円でした、それぞれね、うん、はい、はい、そんな感じでですね、ワールドホビーフェアで購入してきた約1万5000円相当の商品でございましたね、うん、多いね多いね、でも今回ドラえもん多め、そしてちょっと文房具多めっていうことなんで、うん、まあ、エシンがこの辺は学校で役立ててください、はい、ポケモン棚も作りたいね。そうだね、ドラえもん棚とポケモン棚、あとこのもういい加減このぐちゃぐちゃになってるビルド棚をね、いい加減になんとかしたいです。だね、さすが、フルボトル落ちまくってるでしょこれ。もうこれやることにガシャンボロボロボロって言ってる。ということでね、ワールドホビーフェアいつもね行ってもね特に何も買わないんだけど、うん、今回ちょっとドラえもんの映画もあるっていうことなんで、いろいろ買ってみました。はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。お願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そして今回のおすすめ動画いつものところに出ているのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。というわけで今回は以上でございます。バイバーイ。